皆さん、こんにちは。今日はですね、こちらの、ハイパーマルチウェポン黒の使い方を皆さんに教えたいと思います。これですね、ハイパーマルチウェポンの黒なんですけれども、これね、皆さん、トレーニング用だと、勘違いしてる方、いると思います。それは大きな間違いです。これね、なんかこういう風に、ね、まあ、こんな風にこうやってちょっとトレーニングしてみたりとか、まあそういう人、よくね、これを持った人は、こういう使い方をすると思うんですけども、それは間違いで、これ完全な対人兵器です。対人兵器ですね、これね。はい。なので、皆さん、使い方をくれぐれも、間違えないように、取り扱ってください。丁重にね、扱ってください。それは、今回はこの動画で皆さんに教えたいと思います。まずはこの動画の簡単な説明をしたいと思います。これはね、1個の、このマルチウェポン黒で、いろんな戦い方ができる、そんな種目となっております。まずは、このデッシュがね、はい、今から来ます。これが今、防寒だとしましょう。防寒、はい、襲ってくるとしましょう。はい、襲ってきて。はい、叩く。はい、叩く。はい、これまずは一つね。これ基本的な戦い方。そして元つき。はい、来た時にこうつく。はい。ついたりもできる。そしてさらに、これもしこう、これの黒に怯えて逃げようとした時、逃げようとしたら、はい、はい、よくから。はい、後続する。はい、後続することもできる。はい、こういう風に使える。そしてもっとさらに、遠くへ逃げた場合、はい、遠くへ逃げる。遠く弓矢を使って、いる。これですね、はい。この、いろんな用途ができる、この黒にね、そういう、効果を持ってるんですけれども、今回はね、一個一個、僕は今簡単に流れでやりましたけど、一個一個ね、皆さんやんないと、怪我しなさいね、本当に気をつけてください。ね、まずこう叩くね、こうね、はい。こうしっかりとこう持って、こう叩く、はい、叩く。そして、つく、はい、ついて、絡めるのは、こういう風に後ろをやったりもいいですし、こっち側を持って、投げちゃう。投げて、こうもできるんですね。こうね。こっから、こうもできる。はい。こういう風に、離すことで、このゴムの、反動を使って相手にダメージを与えることもできる。そしてさらに、やっぱり、一番醍醐味なのは、はい、逃げて。逃げた時に弓矢を使って、いる。醍醐味ってなんだよ。これが一番ね、効くんでね。はい。はい。じゃあ、まずはね、はい、コンボ、じゃあ、皆さんに教えればな。コンボね。コンボ。叩いて、ついて、いる。叩いて、ついて、いる。うん、いこう。よし、はい。もう本気で来てるからね。はい、本気で。はい、よし、来い！いや、うわっ相当遠く逃げてる。これだ、みんな。本当に簡単な風に見えるんだけど、すごく難しいことなんで、こう弓をね、こう持って、セットして、こうね。こっち見ていいんだよ。やってみようか、私。はい。よし。うん。はい。じゃあ、流れで、叩いて、ついて、逃げた敵を追えし。はい。やってみましょう。はい。はい。やっやっじゃあ、そして逃げるときに、違うな。あ、違う。ちょっと流れが悪い。はい。流れが悪い。はい。そうね。じゃあ次はね、でっかい弓があると仮定して、でっかい弓が、矢ってことね。でっかい矢をね、でっかい矢ってな。持ってると思ってね、巨大な、例えば、象でも何でもいい。人間よりも大きな、敵と戦うとき、それはもう、大きい矢を使って、逃げて、でっかい動物が逃げてるとしたら、でっかい矢をね、軌道丸の後ろここになって、相手に狙うしろって、これね、軌道丸じゃん。毒なんか仕込んどくと、なおよし。いや、軌道丸じゃねえか。ね。小さい毒矢でいいだろ。使い方ができるんだけど。はい。毒なら。これトレーニング方法としてはね、このトレーニングと、この使い方がいろんな方があるんだけど、すごく、これは危険な代物だということを、皆さんにお伝えしておきます。これをね、今からやることは、絶対に皆さん、ふざけてやらないように、ここ、バーを下に置いて、ここの、皆さん、誰にもあるこの足のくるぶしを、くっつけて、こう、挟むイメージ。これでね、こう、引っ張る。これ引っ張る。これ、こうすると、気が緩むとね、今これくらいやると、パンこういう感じで。これを目いっぱいやるって、こう修行すると。これ、もし間違えると、男としての機能、失います。失いよ。挟んで、こうやって。なんでそんなトレーニングこれね、危なかったね、今ね。これね、これちょっと、ね、これ、ね、やばいよね、これね。ねえ、これ、もっといけるかな、これ。もっと、いっちゃうか、これ。あー、これね。あー、怖い。いやー、すごい、すごい。みんな楽しんで。そして、次はね、これ、ちょっと、足挟んで、足これ踏んでね。で、これ、担ぐ、こっちで。うわー！正しい使い方っぽいぞ、これ。これ、上から。上の地面がこう上の天井がねこうガガガガガガってこう下にこうグーってなる場面あるでしょたまに。あんまねえよ。天井がこうなんかのトラップが発動して天井がガガガガガってこう下に降りてくるときにこうやってゲームとか漫画だよ。やばいくっさーあー俺に構わず先に行けー。これねこれこういう場面に直面した時の主人になる。攻めやな。見ようか。はい。よしいける。そう例えばこのポンコツなね、はい、ポンコツな人が「はあ疲れたガコ」えなんかおっしゃったなんだゴゴゴゴああ天井が降りてきたああどうしようこの後全員助かんないよやばいはいそしたらはいよいしょうわ俺に構わず先に行けー！いいねそれこれこれなのあと絶対お前戻ってこいよ俺たち先に行くからなこれね追いつくからのやつあとは頼んだよこのパターンもある残念すぎるだろ実は生きてたっていうパターンもあるけどね隙間が空いててみたいなこれねもうほんとすごいからこれこうして例えばこれね巻くでしょでこうやるでしょパンツ強化されるからいや打てよいや放てよいくここ当てるからすごいこれ普通の威力よりも何倍も強いパンチが駆除されるあ来ました来たよね来たでしょいいねこれはさらにどうしようかなこれねもっといっぱいあるなこれねこれを取っちゃうこれ取っちゃったらできるのこれ取れるでしょおヌンチャクだ取っちゃうのこれ取っちゃうんだよこれ取るとさうわ縄跳びみたいなここにね例えば鉄球をねくっつけるとかねしてこうやっていったりとかねいろいろあるんだよこれこれをするとトンパみたいにこうしたりとかできるわけね紐いらねえだろでこうやって自分でこうこういうふうにねこういうことできるわけよ自分をゴムの反動を利用してこういうふうにできるわけ分かったかなまあ今回はねまあ基礎版ということで基礎編ということでねまあ今日このくらいにしとこうかはい分かったじゃあ弟子はいじゃあ今日覚えたことはいいけるはいやりますよしはいいやこれね僕もこれくらい扱えるようになるまで50年近くかかって50年みんなね本当に、うん、これすごい武器だから黒ね、うん、じゃあ最後はもう本当に実践だと思って、はい、本当の防寒だと思って、はい、やってみようか。はい、よし、来いよ。手抜くなよ。はい、手抜くなよ。はい、来るからな。はい、よし。行くぞ。はい、ダップ。取れた。黒あれ。あ、やばい。いや持ってた。いや持ってる防寒だった。崩壊みたいな打ち方はい、ということでこういうふうにね、黒は使いましょう次はもう少し、実践編というか応用編をやっていきたいと思いますので、また見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。